今日はお寿司なんですよ。今日もお寿司か。なんか2連続でお寿司かな、もしかして。え、そうかも。もしかすると前もお寿司食べたような、ころり配信しながら。あ、そんなことないか、ちょっとわかりませんが。今日公園来てくださる方いますか？ちょっとほんまに今日は5時開演でめっちゃ早いですね。めっちゃ早ない？5時開演って。あ、ヤンマが持ってくればよかった。ちょっともう先に私はいただいているので、明日発売なので皆さんはまた明日ゲットしてください。お、こよたんよ。やっほー、こよ様。こよ様やばいって。こよ様やばい。ヤンマがウェブの方はもう公開されてます。無料分で、無料で見れる分もあります。有料分もあります。ヤンマがウェブ見ようかな。うん、もう見た？これ見たよ。可愛かった？うん、自分で言わんやそんなわら。ちょっと映しとこ。こんにちは、よしみあやちゃん。あー、目にずっとゴミ入ってる。クヨタンのあれ見る。今見んの？今見る。やばいやん。今見るらしい、隣で。いただきます。隣で見んのやめて、ほんま意味がわからん。カオスね、カオス。いただきます。あ、かわいい。でかっ。え、フレッシュね。うん、超フレッシュやん。フレッシュ。いや、めっちゃ背高く見えるな。ヨシミンの反応でちょっと想像してください。超フレッシュ、かわいい、うん、え、背高く見える、めっちゃ思ったかわいい。やっぱポニーテール似合うな。いや、フレッシュ系いいな、うん、かわいい。ヤングマガジンさん大体フレッシュ系よね。そうなに、あら、うん、背中や。あらあら言うてますけど背中や。あ、めっちゃ可愛い。これ、これなんかファンの人にも高評価も。そうなんや。うん、え、くびれやね。うん、可愛い。これめっちゃいい。これ元気っぽいな。めっちゃ好き。フレッシュ系や。よしみん、中身は変わらんやって、私らとおっさんと。おもろすぎる。めっちゃフレッシュ系よくないですか？可愛い。フレッシュ系。イエーイって感じ。え、ツインテール？これ。うん、ツインテールやったわ。確かに寒そう。寒かった。めっちゃ寒かった。お団子もしちゃってかわいい。これ大人っぽいね。これ大人っぽいな。大人っぽい。色も大人っぽいんで、ね、はい、形も大人っぽい。はい。おもろ。あら、あら、あ、そう、ね、寝ましたね寝てます。これアレイさんの写真集にありそうなポーズ。あー、確かに確かに。お団子もかわいい。あら、あ、これ顔がさ、かわいいから、まず顔がかわいい。わかりますか顔が可愛いのよなんか言ってますけど次の人出てきた、うん、すごい、ウェブでこんなに見れんねや、うん、すごいね。でも無料分はそんだけですね。え、オレンジめっちゃフレッシュ。気づいようか、うん、かわいい。顔ちっちゃ。だって何等身よ。背伸びしてますからね、ちょっと。え、せやけどかわいい。確かに寒そう、うん、今見たらさ、あれやけどB さん履いちゃって。B さんは誰でも履くからB さん誰でも履くねんな、ちなみに。ね、レイさんしてそうなポーズあった、うん、かわいい。よしみんが見てくれました。照らされちゃってスタイルええな。鎖骨綺麗。あ、背中出しちゃって背中結構出してるくない、あなたも。わがままな流れ星で。それはそう背中は出すねん、誰でも。
夏になるとね。かわいい。あ、オフショットも出しちゃって。うん、オフショットね。かわいい。それのスタイリングがめっちゃ好きやった。ね、ピンク。クータンっぽい。寝巻き。寝巻きやカーディガン。ルームウェアやな、言うなら。ね、めっちゃフレッシュ。かわいい。ありがとうございます。見ていただきました。はい、ヨシミンが皆様見てください。言ってくれました。明日発売？うん、そう、さ、本誌。雑誌は明日か。そうそうそう。なんですけど、ウェブはもう今日ですね。ウェブでもこんなに見れちゃうのね、はい、ウェブもそれが無料分で、うん、有料分がまだもうちょっとあるそうなんや。そう、へえー、ヤンマガアザースに掲載していただいてますので、ぜひ見てください。見てね。はい、でも配信しよう、うん、今日は17時からです。なあ、やばい、スーンってする。わさび？うん、わさび？うん、わさび？うん、どっちでも。わさび好き派？うん、すごっ、最近好きになりました。こよちゃんのグラビアが画面全面に表示されたまま職場で携帯持って歩いてもっとやばい。宣伝になる、ね、拡散や。かわいい、超フレッシュな感じで、うん、楽しかったですね。へえ、以上。始まった。こんにちは。今日はお寿司。2冊買いました。皆さん買ってくださいんですか、嬉しい。あ、そうそう、本誌やな、本誌もぜひ明日コンビニ行ってください。皆さん、コンビニにあるの？あるんじゃん、ヤンマガさんって。なんかめっちゃ大きい雑誌やからありそう。カンナカグラビアって言うんですかね、本の中ですので。こんにちは。お寿司、お寿司、お寿司です、です、です。クータンです。やっぱツンとする。あら、おさびつけすぎた？うん。やっほー、うん。コンビニに並ぶの熱いね。マガジンはアンケートじゃなくてハガキがあるので、ハガキが、見分けを用意して三角形の紙を切り取って、アンケートチェキ、あ、ハガキ、ハガキか、あ、そう、アンケートあるわ、ちょっとだけなので、チェキを応募してみてください。おー、3枚あるので。おー、よしみ応募する。え、でもクータンのファンの方に回った方がいいから。当たる前提やばい。うん、皆さん親目線でしたか？コンビニで見つけるために一列目にしとく、やばい。めっちゃ可愛かったでしょ、あのピンクの今日乗せて。そうな、皆さんはどうです、ああいう女の子系可愛いよね。うん、キャンマチ並びに行くね、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。そう、30万ポイント達成したので、うん、皆さんほんまに松阪牛ゲットです。チェキ絶対ゲットしてね。嬉しい、ありがとうございます。有料のやつは売上ランキング、そう、なんか人気ランキングみたいな出るので、松阪牛ゲットです。皆さんぜひ見てくださいね。1位にしてください。嬉しい。ペアグラビアするってなったら、ありがとうございます。これは前から話してたんですけど、あの弥生さんとしたいですねって言ってました。あ、似てるもんね。あ、そうやん、いいね、弥生さん可愛い、元気かな。そんな会ってない。会ってない、だって1ヶ月ぐらい行ってますよね、東京。どれぐらいやろ、そうやな、
合ってないわ。結構合ってない気がする。ほんまや。どんな感じなんやろな。金髪似合ってたな。うん、ウィッグ、ウィッグなんかな。うん、前方祈願、祈願で久しぶりに半分より前になったので、うん、今日も前方祈願、皆さんの前方を祈っております。シャン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 。やばいって。やばい、この目線が一番おもろい。シャン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 ね。まあ、今回のねヤングマガジンさんはね、あらすごいグラビア感もありつつも、でもフレッシュ、ありがとうございます。フレッシュ感の方が強かったので、多分アミアヤも見れると思います。牛ゲット、牛飼うやばい。牛ミコール待ってます。ぜひ朝のツイートいいねと拡散お願いいたします。ツイッターのフォローもしてくださいね。あ、X でした。あ、でもまだツイッターって言っちゃう。うん、言っちゃうよね。わかる。そっか、よしみ左利きや。そう、サウスポーです。ね、前の公演もさ、世代交代さ、あれ、お寿司やった？そうやったっけ。何する？うん、あ、そんな気がしてきた。 Vlog お寿司でなかったっけ。うん、ほんまや、お寿司率高い。近重さんが忘れてんて。みこさんですね、こんにちは。ツイッター大好き。だるまありがとうございます。30万ポイントありがとうございます。嬉しい。紅茶ごくごく。こんにちは。また明日もオフショット載せるのでぜひ見てください。あ、今日で世代交代100回なの。これに、あ、そう、私、そうなんや、今日で100らしい。すごー、そうやるって、びっくりびっくり。世代交代だけでやからさ、びっくりよな。そっかそっかそっか、うん、びっくりやわ。びっくり、そんなにって、100、そんなに出ちゃったって感じ。まあ55回連続で出てたからな。そうなんや、うん、そこでだいぶ半分いったやんだってね。確かに結構、え、世代交代今1年2ヶ月くらいやってんのか。そやな、1年2ヶ月ちょい。うん、そっか。長い、そのくらいなんか。とこた、ちょっとグー食べちゃおう。カニかまぼこです。カニかまぼこ、うん、カニかまに、うん、カニかまって美味しいよね。うん、カニかまにだからね。なにそれ、ゆうみさん。うん、板垣さんこんにちは。なんで、なんでそっちで板垣さんこんにちはって言うてくの。美味しそう、美味しいよ。ラーメンいいね。皆さん、なので来週のね、応募6時受付ではグラビアで気になってくださった方が来てくださるかもしれません。ほんまや、嬉しいですね。あのカニカーニさんはスポンジボブに出てくるさ、うん、スポンジボブのあれやん。スポンジボブ、スポンジボブしか分からへんよね。
スポンジボブに出てくるカーニさん。カニカーニ。スポンジボブしか分からへん。マジ。ちびまる子ちゃんもちびまる子ちゃんしか分からへんから。え？なんかレイポンにこの前 M 出た時に、ボーちゃんに喋り方が似てるとか言われたけどさ、ボーちゃんが誰か。ボーちゃんはクレヨンしんちゃんね。あ、そうか、それそれ。分からん。え、ボーちゃん知らん？知らんかった。ねねちゃんとかも知らんの？知らん。え？風間くんは？知らん。やばいってボーちゃんに似てるって言われた。うん、確かに確かにやばい。で調べたけど言うて可愛くないさ、鼻見てたらしてるキャラクター待って、ほんまに知らんの？知らんかった、調べた。見てないの？見てない。クレヨンしんちゃんしか分からない。あとなんかあのバブちゃん、ひまわり。そうです、それ。知り合いの子用紙におとといコンビニ発見回されました。まだなかった、まだないですきっと。明日発売なんで。レイポンがボーちゃんに似てるって言ってた。喋り方っていうか声の高さ。横浜の握手券全然取れなかった。マジですか。浴衣、浴衣みんな 見てくださいね、ぜひぜひ。あ、そうそうそう、パトリックとスポンジボブとかを。パトリックっていうのもおんねん、スポンジボブの仲間。うん、人で。人で、うん、スポンジボブに人で出てくの？スポンジボブはスポンジやん。うん。パトリックは人で。人でなんや。うん。海の動物出てくんねや。そうそうそう。そういうこと。そうなんや。え、何見てたん？じゃあアニメ。え、プリキュア、プリキュア大好きやったで。ああ。プリキュアとアイカツ。うん。アイカツな、もう大好きね。大好き、大好きやった、ほんまに。え、あれは知ってんの？何言うとしたっけ？ドラえもん。ドラえもんはまあまあ知ってる、多分。よかった。ドラミちゃんぐらいまでなのかな。ドラえもん。人間はわかる？人間？のび太、のび太。のび太の友達は？のび太の友達は4人おんちゃん。あ、3人おんのか。のび太の友達とか、しずかちゃんわかる？あ、わかるわかる。しずかちゃんとスネオとジャイアンと、うんうん、できすぎくん。おうおうおお、わかるわかる。じゃあオッケーです。そこまでしか出てきません。あ、そうなんや。大体は。あ、スネオのお母さんもわかる。うん、名前知らんけど。もう名前わからん、ごめんけど。え、そう、忍者組ないのよ。え、忍者組、あれも探してんのにない。ないよな。は、鋼みたいなやつ。そう。え、ハードドクに大好きな。鉄の鎧や。鎧か。うん。写メ買いきます。ありがとう、嬉しいです。嬉しいね。ちょっと気になって撮ってみたよって人が嬉しい。あ、そうそう、うちは売り切れ。あ、でもさ、今日ショップ行ったら売ってるもんなかったから、ポストカードだけ買いました、自分の。自分の買った。これも自分の欲しいねんな。そう、自分の欲しいなと思って買いに行ったらポストカードだけ売ってたから、ポストカード買いました。皆さんゲットしてくれましたか？自分で自分の買った。そう、恥ずかしい。恥ずかしいけど、多分すっぴんやからさ、ショップの店員さん、あいねがあいねって気づいてない気がする。てかさ、店員さんメンバーのこと知ってんのかな。どうなんやろ。サイン書いた時はでもあいね名乗ったから、うん、どうなんやろ、知ってはるんかな。どうなんやろな。だってローソンで働いててもローソンの商品全部わかるわけじゃないよな。それはそう。え、そうなんかな。どうなんやろ。知ってそうやけど、でもなんちゃらありますかとか言われてわからなかったら、でもメンバーの名前覚えるの結構大変そうじゃない。うん、あれたちおったら覚えるけど。うん、あ、そうそう、タオル展示されてるの見たよ、アイネのタオル、ゆいなさんと一緒に。のび太のお母さん、たまこって言うんや。え、知らんかった。そうなんや、知らんかった。今日の公演、東京から見に来てます。うちはペンライト持ってきます。ありがとう、見つけますね。東京から、ありがとう、ありがとうございます。スポンジボブ見るよな、やっぱ。もう写メ握手の追加はないんちゃう？なんか枠が空いてなくて、もうショッキング TV です。あ、ね、思った。枠がさ、ショッキング TV。 でも皆さんありがとうでございます、応募してくれて。ありがとうございます。
松阪牛また配信で食べますね。結構いるんや、メンバーとか言って。美味しく食べたいと思います。松阪牛楽しみ。皆さんもゲットしてくれました？私のうちわ、うちわ。そう、達成してないと思ってたから今日2回するって言ったけど、達成してたけど絶対やりたいと思います。明日から連休を。じゃあそろそろ終わろうかな。頑張ってこ、ね、みんなも用意して一緒に食べよう。よし、明日から平日や。頑張ろう、みんな。炭酸飲んで頑張ろう。炭酸好き。好き、炭酸大好き。まだ新しならへんな、自販機ね。新しくなるシステムなの。梅おろしだけ追加されて。1個変わんで、あれ。そうなんや、うん、へえ。なんかちょこちょこ変わるね。へえ。梅おろしめっちゃ美味しかった。美味しかったよな、あれ。ほんまにめっちゃ嬉しかったんけど、出た瞬間全然知らんかったけど、初めて飲んだらめっちゃ美味しかった。梅酢みたいな感じやな。うまい。あ、強炭酸水いいな。炭酸水美味しいよね、めっちゃ好き。しわ、みんなうちわゲットしてくれたら嬉しい。あ、みんなでもなかった、ごめんごめんごめん、みんなって言っちゃう癖。じゃあそろそろ壇上読みします。はい。今日は何もおやつ買ってないからどうなんやろ。13位タカさん、ありがとうございます。12位キクさん、ありがとうございます。11位中どん、ありがとうございます。10位ともたん、ありがとうございます。9位ひなたぼっこ、ありがとうございます。8位マスオさん、ありがとうございます。7位マサッチ、ありがとうございます。6位ジョーさん、ありがとうございます。5位ケイタン、ありがとうございます。4位ジンちゃん、ありがとうございます。3位オカちゃん、ありがとうございます。2位マルくん、ありがとうございます。1位チーネ、ありがとうございます。みんなありがとうございました。いっぱい見てくれて。じゃあちょっと寝ます。いいね、感想を聞かせてください。じゃあまいったね。今日の公演お楽しみに。ミルキンソンのコールとか全然楽しみにすることも何もないねんけど、あの変な言い方しちゃった、お楽しみにとかでなんかあるそうに聞こえるね。あるように見せてかけてないパターンか、ないように見せかけてあるパターンか、アルコールの炭酸どっちでしょ。いいね。いや、そろそろなんか昨日のさ、ね、まつげ落としきれてない感がやばいから、ちょっと綺麗にしていきます。もうちょっと。ヨシミンって全然すっぴんで配信する人やんな。うん、する。全然めっちゃ一緒。全然する。血色ないけどする。え、するよな。だって時間のがさそう、効率的にしたいからさ。じゃあまたね、ありがとうございました。